剣道の湯、今は新しいことを試して。できなかった。もう生まれてるけどね。それに降伏しなければ母に逃げ切られていたはず。おじいは俺を守りたかったのだろうな。なんであろうと木村君はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。を直すためだろう。それが吉と出るかは分からない。いい子でも証明してきたよ。自由の許しは無用だ。こうなったこと悔やんでない。先生、許されたときは俺は悪くない。私のせいだ。俺が選んだ道だ。いかがに始末するだろう。